こんにちは、今回は快感フレーズの次のイベントの快感セッションガチャをやっていきたいと思います。一応狙いはシオンが欲しいんですけど、まあエクスタシーレアが出たら終わりにしようかなと思います。しかもこれは普通のガチャだったらポイントがたまるんですけど、これだとポイントたまらないんで、あんまり頑張りすぎてももしかしたら無駄になるかもしれないんで、とりあえずエクスタシーレアが出たら終わりっていう感じでやっていきたいと思います。ではいきます。ダメだ。かなえ、アチア、シオン、リオ、アチア、つかさ。うわ、なんかやばい。やばいやばい。引き悪すぎる。つかる。引きめちゃめちゃ悪い今回。やばい。また昼間だし、夜になってくれないかな。 SR、 お、ゆきひこさん、SSR さえも出ない。やばいやばい、マジやばい。せめて SSR 出ないかな。エクスタシーレアとか言ってる場合じゃないっすよ。ああ、やばい、マジやばいよ。え、本当に言ってる？おお、よかった、やっと SSR。 おーおーおー、 SSR 出た。おお、よかった。よかった SSR やっと出た。じゃあ最後10連回していきます。もうちょっとエクスタシーレア厳しそうっすね。おお、来たわ。厳しそうと思ったら来ましたね。やったー、シオンだ。しかも他は最悪だったけど、まあマジ良かったですね。50連でエクスタシーレア1枚っていう感じですね。貯めたやつ全部使っちゃったけど、いやー、なかなか良かったですね。これはしかも狙いのシオンの方出たんで、うん、悪くないですね。まあ欲を言えばポイントが溜まってくれたらよかったんですけどね。今ポイントが80ポイントあるんで、
100ポイント貯まったらエクスタシーレア確定なんですよね。ちょっとね、まあしょうがないですね。ということで今回はシオンのエクスタシーレアを出せたんでこれで終わりたいと思います。また次回のイベントも頑張っていきたいかなって感じです。来週の火曜日ぐらいからかな、多分あれがメンテが入るんでどっかそこら辺から始まると思うんですけど頑張っていこうと思います。では以上ありがとうございました。